皆さんこんにちは、ゆきがい TV ゆきにゅうです。本日ね、僕は帯広に行っておりました。で、行ってね、今日帰ってきたんですが、もう暑かったね。ちょっと焼けてます。まだ帰ってきて、今帰ってきたんですが、まあ昨日のコンサドーレの試合の振り返りやりましょう。北海道コンサドーレ札幌アウェーで、昨日ですね、浦和レッズと対戦、3対4のスコアで、勝利いたしました。これで10試合ぶりの勝利、今季リーグ戦3勝目で、リーグ戦今季アウェイ初勝利と、この勝利をして中断期間に入るというタイミング、素晴らしい勝利だったと思います。まずですね、菅野貴則選手、本人アプリのコメント要約からいきましょう。サポーターに勝利で応えることができてよかった。前半2点を取るってことはなかなかなかった。後半も2点を取れたが、相手の勢いがスタジアムの雰囲気を含めてあった。4対0から苦しい展開に自分たちがしちゃったが、最後の一人一人気持ちを出して、今の僕たちの流れで簡単には勝たせてくれないというのが改めて印象に。波がある時間もありましたが、内容はどうであれ勝ったということは一番の薬になったと監督も言っていた。今日は中断やアクシデントで長い試合に集中するのも難しかった。そんな中、勝って皆さんと喜べたのは自信になる。ポジティブな気持ちで次へ反省できるのは今までと違うと。ここから中断に入る。この2試合で三上さんから勝ち点を取ろうと言われていた。他の会場の結果は意識せず、自分たちの結果だけに集中して今後もやっていきたい。新しい選手も入ってきて、一人一人緊張感を持って練習できていた。こういう緊張感や責任感、覚悟がグラウンドに出ていたと思う。それが勝利としてつながってよかった。この中断をいい中断にして、次の試合へ向けていい準備をしたいというコメントでした。そうですね、やっぱりいろんなね、よく言うじゃないですか、勝った試合よりも負けた試合の方が課題が見えるとか言うんですけど、まあ、今のコンサドーレはもう負けてられない状況なので、もう勝ち試合をしながら課題を見つけて、そしてそれを修正していくっていうことがね、やっぱりいいのかなと思いますね。はい、という感じです。菅野貴則選手ね、やっぱりこうで新しい選手が入ってきて、で練習も充実した練習ができていることがグラウンドで、発揮できたと、そういう面も喋ってくれています。続いて監督コメントですね。まず浦和レッズペアマティアス・ヘグモ監督、コメントがめちゃめちゃ長いと。ミシャの 2.5 倍ぐらい喋っているので、札幌に関しての部分だけ。ホームゲームが敗戦になったことを非常に残念に思っています。立ち上がりからの20分くらいでチャンスの数は浦和が4、札幌が0だったと思う。その後セットプレーから失点をしてしまいました。我々がブロックされてフリーの選手がヘディングをしました。2失点目のところはボールホルダーにプレッシャーがかかっていない中、ラインの設定が少し高すぎたかと思います。そうであってはいけないと思う。そして前半終了間際では疲れも見られ始めるようになりましたと。そこからハーフタイムでハイプレスということで交代をしていったと。で、終盤チアゴのもう少しで4対4にできるような場面もありました。そのように試合を戻ってきてもう一度プレーする、取り戻す姿を見せたのはメンタル的に良かったと。で、ここね、数試合、下の3チームに対して勝ち点を落としてしまったっていうことに関して、怪我人が多いという
ところもありますが、しっかりトレーニングをこの夏場の中断期間に積んでいきたいみたいな話をしております。そうなんですよね、立ち上がりはやっぱりレッツがバンバン、チャンスを作った、やっぱその前半立ち上がりの時間をしのげたというのがコンサドーレの勝率的に大きかったかなと思います。そして一方、札幌ミシャ・ペトロビッチ、70分までは札幌の素晴らしい戦いができていた、ただ残り20分はというようにそこにスポットを当てて評価する方もいるのではないか、しかしその残りの20分は厳しい時間にはなりました、そのことで我々の70分が台無しになったわけではない、70分までは相手を明らかに上回ったゲームができていた、予算がかかっている相手に対して地方クラブである我々が素晴らしい戦いを見せた70分だったと思う、札幌は今最下位に沈んでいますが、去年から5人の重要なレギュラー選手が移籍していった、そして怪我人が多い状況の中シーズンが進んできたことがある、一時期は選手が9人くらいいないような状況で90分戦える選手が5人しかいないような状況で戦ってきた、今日は怪我人が戻ってきた、まだまだコンディションが上がっていないという部分もあった、そういった部分が試合の最後の方なかなか厳しい状況に、陥らせたのは間違いない、って感じですね。要するにこう終盤追いつかれてしまったのは、怪我人で復帰させたけど、コンディションが上がっていない中そういう風なところが原因としてあったんじゃないかということですね。で我々札幌というチームが今季なかなか厳しい戦いを強いられているのは、5人交代のルールが予算が規模が大きいチームに有利なのは間違いない、そういった部分もある、怪我人の部分もある、ここまでは厳しい状況で来ましたがようやく一つ勝てたということは我々にとって次につながっていく勝利だと捉えたい、この素晴らしいスタジアム素晴らしいサポーターの前で我々が札幌が素晴らしいゲームでできたこと非常に嬉しく思っています、3ポイント取れたこと久しぶりに勝利できたことを非常に嬉しく思っている、我々はここまで12ポイントしか取れていない最下位のチームで、おそらく多くの人たちが札幌は残留できない死んだチームだと思われているかもしれないが、我々は可能性がある限り戦っていきたいと思っています、その可能性に向けまた次の試合もみんなで戦っていきたいと思っているということですね。まあ確かにその後半の20分最後の20分はっていう話になると、なってしね、もう試合自体がもうダメだった風になってしまうが、そうではないんだと、その70分までがいい試合ができた、それをまず認めて、じゃあ残りの20分どうしてそうバタバタしてしまったのか、そこにはこういう理由があったということを説明してくれましたね。そしてミシャとしてもやはり去年のね、最終節小野伸二ラストゲームで、ね、挨拶を邪魔するなら帰れと、浦和レッズサポーターにも言ったと、レッズの選手はいらないと私は答える、そういうことを言っておきながら今季ねホーム開幕戦で普通に負けるという、ことがあったわけで、まあそのやり返しができたかなと、嬉しく思いますね。そして、選手コメントいきましょう。浦和レッズは本間紫苑選手がコンサに関して語っています。前半を見ていてコンサドーレはマンツーマンでずっとついてくるので誰かが剥がすというか斜めにドリブルすると全部相手がずれるんです、だからやっぱり誰かがボールを持って運ばないとずれができないので、新田が点を取ったシーンの前とかは俺がドリブルでちょっと長い時間持って、多分それでずれて得点になっている、前半からみんな考えて流動的に動いていたんですけどそれがいい方向に行っていなかった、タイミングで外して受けて一人外しちゃえば相手はずれると思うのでそこが今日は難しかったということで、本間紫苑選手が見ると
もう一人外しちゃえばコンスタのマンツーマンは攻略できるということを喋っています。言わないでくれね、思います。そして、札幌駒井義明、しっかり前からプレスをかけて限定して、そこからのショートカウンターは浦和戦に限らず狙っていますので、4点取れるまではうまくできていた。ただ交代でフレッシュな選手がモビリティのある選手が入ってきて少し難しくなって、1点2点終了間際に3点をやられたのは課題が残る戦いだった。8連敗をしてしまったり、なかなか点が入らなかったですが、やっとキーとなる選手たちが怪我から帰ってきてくれたおかげで、自分たちがやりたいサッカーを今日は見せられたと思う。ストライカーの武蔵にも得点が生まれたので、ここから勢いを持って中断期間に練習を重ねられたらいいなと思う。で、武蔵の2ゴールに関して本人が一番辛い思いをしていたと思いますし、 PK を外してしまったり、うまく噛み合わなかったり、少しボタンの掛け違いで点が取れなかったのですが、今日は自信を持っていいプレスからいい抜け出しをし、いいシュートをやってくれたので本人の自信にもつながると思います。チームがこれから勢いを持っていける一つの要素になるんじゃないかと思います、ということで、で武蔵の、2ゴールがこれから勢いを持つ一つの要素になると、駒井義明ね。そうですね、やっぱり武蔵、こう今までね、まだかと思っていたところ、この試合で武蔵に得点が生まれた、そして2ゴールを奪った、明るい材料が生まれたということですね。その武蔵のもっと詳しいコメントがあるのかないのかを、その前に、そうですね、武蔵のゴールシーンも本人が振り返っています。うまくこぼれてきて思い切って振り抜けた、入ってよかったですね。これ2点目のシーンですね。で、湘南戦のね、3点差を追いつかれた苦い思い出が蘇ったと、ただ札幌らしい試合ができたと答え、ここ最近良くなってきている中でなかなか結果が出ない状況が続いていた、ここから勝ち点を積み重ねていくことでみんな一致団結できていたので、ここから巻き返していきたい、という言葉を喋っています。そうですね、やっぱ武蔵が点を取ってくれたというのはね、良かったですよね。この武蔵に関してミシャ自身がね喋っています。これ面白いですね。武蔵に関してミシャ、ペトロビッチ、ベルギーではなかなか試合に出られず、ガンバでも出場がなかなかできなかった、その時期が長かっただけに元の状態に戻るのに時間がかかると思っていた、キャンプ中は怪我もあり、いいトレーニングができずシーズンが始まりここまで来た、一人の選手が本来の力を出せるように戻るのは試合に出ていなかった期間が長ければ長いほど大変だと思う、私は我慢が必要だと思ったし、我慢して起用することで彼の状態が戻ると思っている、ただ、このままリーグ戦で得点を重ねるようなことがあれば来年またいなくなるかもしれませんが、札幌はなかなか予算をかけて完成されたフォワードは獲得できない、大卒の選手を獲得して育てては売られていくサイクルで回っている、ということで、ミシャの、目線では武蔵が復活すれば来年はいないかもしれないということを喋っていますね。で、もっとねミシャがこの浦和戦の勝利でこの監督コメント、オフィシャルの監督コメント以外でもね随分喋ってるんですね。これですね、何週間か前でちょっと何週間か前に会見で言ったのは、私たちは難しい病気にかかっていると、
我々の病気に効く薬は勝利しかない、その薬を飲むことで立ち直っていく、それしかない、状況状態を変えるには勝利をし続けること、薬を飲み続けることで残留という健康を手に入れる、まだまだ厳しい状況だが一つ一つ勝利をして、勝利という薬を飲むのが必要な処方箋であり立ち直るために必要なことだと。で、このね、アウェー戦、3万5429人の観客が詰めかけたこのアウェーで勝利をしたことに関して、2社、札幌が勝利すれば歴史的な勝利、ドイツならビューレフェルトがバイエルンミュンヘンに勝つようなもの、過去の統計を見ても札幌が浦和のホームで勝つのは滅多に起こることではないと。いうようにこのブンデスリーガの、クラブのね差を例に挙げながら勝利を喜んだということですね。よし、じゃあビューレフェルトと、提携クラブになりましょうねってね、そういうことじゃないのかもしれませんが、やっぱミシャとしてもこのフルス浦和レッズ相手に、ね、勝てたというのは嬉しいことだったんじゃないのかなと思います。はい、そういう感じですね。うん、いい感じだな。だいたい触れるところは触ったかなと思います。サンチェスもねデビューしましたね、この試合で。サンチェスのコメントもあるのかな。ありますね、サンチェス自身のプレーについて、悪くはないけどもちろんストライカーとして点を取るのがメインの仕事なので、それができなかったというのは残念。これからたくさんのチャンスがあると思いますので、チャンスが来たら絶対決めますと強い意気込みを話したと。で、この試合初めて、札幌サポーターと向き合ったが、その熱烈な応援にアメージングと驚きを見せた。アウェーなのに非常に熱く応援してくれて感謝しています。私の名前のちゃんと歌ってくれて、それもすごく嬉しかった。歓迎がすごく温かくて愛を感じるので、サポーターのためにまた次の試合も全力を出して勝利できるように頑張りますと。今日のチームのパフォーマンスは最高でした。大変なところもあったけど、それを乗り越えて勝利できたというのは非常に喜ぶべきことだと思うので、これをベースにしてここからさらに強くなっていきたいということで、出場時間はね多分それほど長くなかったですね。サンチェスは後半33分ということは、まあ、20分ぐらい出たけど、コメントがめちゃ長いと。まあデビュー戦なんでね、長いコメントを出してくれたのかもしれません。やっぱね、このコンサドーレサポーターを気に入ってくれたというのもね、嬉しいことだなと思いますね。で、自分がこうやってデビューした試合で、まあ、このね、大変な試合にはなりましたが、勝つことができたというのもね、いいデビューになったんじゃないのかなと。来日からわずか1週間での J リーグデビュー。新加入、外国人。フォワードジョルディ・サンチェス29歳と。まだまだね、こんなもんじゃないと、やってもらわないと困ると思いますので、ぜひね、やってほしいなと思いますね。実際にミシャのコメント、J リーグの公式で載ってるコメントよりも、この同心スポーツに載っているコメントがめちゃめちゃ長いので、まあ、どうせね、この後中断期間に入るので、まあ、これコメントと、なんとか、どこから引用したか全部概要欄に載せておくので、特にこの同心スポーツのミシャの、浦和戦後のコメント、めっちゃ長いんで、各自で、ぜひ読んでもらいたいなと。この試合のことに限らず、その武蔵のことであったり、コンサドーレのクラブとしてのそのサイクルで、選手の、インアウトのサイクルの話であったり、そういう話を喋っているので、これは読んでもらいたいなと思いますということで、まあ大体触れれたと思います。まあまあまあ、これから中断期間に入ると
まあ、どうやらねセビージャ戦は中止のようなんですが、まあね、そのセビージャ戦に代わる練習試合を組むとか、まあ、そういう感じもありますので、まあ、この勝利はもちろん嬉しいですし、オフに、ね、入るのかな、コンサドーレはちょっとした期間オフに入るようですが、まあ、それほど、ね、長いオフにならず、やっぱり新加入選手たちがいるので、早く、ね、融合させて、で戦術を浸透させて、で中断明けからまた、ね、スタートダッシュできるように頑張らなきゃいけないなと思いますね。オフの期間は今日で月火水と4日間はオフですが、もう、7月25日の木曜日からトレーニング再開ということで、そして8月の7日、横浜 F マリノス戦、阿部戦からまた後半戦、勝ち点を取っていく、残留に向けての戦いになっていくということで、みんなで応援していけたらいいなと思います。ということで、生きがい TV でした。さよなら。